どうもシャロンです。遊びに来たぜ。ということでね、今回壇ノ浦さんに来てもらったのは他でもない、話は聞いてるよ、ごめん中打っちゃって話は聞いてるよ、ドッキリの仕掛け人をね一緒にやってもらおうかなと。シャロンも YouTuber になったってことだなやっぱね、登竜門かな、登竜門だね、はい、ということで今回の企画は、今日ね実はモコウさんがねポケモンカードを家からあのうちのカードラッシュに買い取りに出しに来てくれるって、一回ちょっとなんか整理したいってことでね聞いてまして、でモコウさんってぶっちゃけさ、まあ最近忙しくてあんまりポケモンカードできてないと思うんだよ、でさ、もちろんさカードの値段とかってさそんなに詳しくないと思う、まあ、多分あんま詳しくないだろうね、うん、最近のは。でモコウ先生が多分持ってるカードって結構オリパとか福袋とかもやってるから、うん、高額カードがなんかあるんじゃないかなと思うんだよね。シロナの SR とかさ、なるほどね、今めっちゃ高いじゃん、騙せるってことね。でそのカードを真顔でめっちゃ安く査定したら、果たして先生は気づくのかというね、どう思う？ちなみに俺は、結構気づかないと思うね、そうなんだよね、俺もね、まあ、言ったらさ、まあ、先生多分信用してくれてるからさ、まあ そうだね、それに付け込むようなのはちょっと気が引けるけど、あくまでね、ドッキリだから、気づかないと思うね俺も、ということで、まあ、実際に先生がどんなカードをね持ってくるかっていうのは全然聞かされてなくて、まあ、想像ではシロナとか今ルチアとかってめっちゃ値上がりしてるじゃん。でもあの辺多分先生持ってると思うから、そう B のところとかね特にかなり先生やってたから、まあ、持ってるんじゃないかなということで、それをだからなんか200円書いてるとかするわけです。そういうこと、ここに置くわけでしょ。でそれでまあ先生もねあの見てくれてると思うから、そこでスルーするかどうかっていうね、なるほどね、検証をしていきたいと思います。モコウ先生じゃないですか。え、どうしたんですか。お久しぶりです。お久しぶりやな、はい、どうしたんですか、そんな荷物持って。いやあのさ、ちょっと前にさ、はい、なんかカード買い取りしてもらったやんか。俺あ、ありましたありました。でも出してんけど、はい、ちょっとまあ似たような感じで、はい、ちょっと今回本当に俺の私物のカード、はい、あ全然ちょっと買い取りお願いできるか。あ全然お願いしますけど、もうちょっとあの量が多くなる。なんすかこの紙袋。こうなんかでなんか正直、はい、今使ってないレアなカードとかも、はい、中に入ってると思うね。で一回全部売っちゃって、はい、まあ、またデッキ買い直そうかなっていう。俺絶対その時にカードラッシュで買うから。あ、もう任せてください。うん、そう。だからちょっとこれ、誰もやってもらって。で、はい、結構高額人もある。マジっすか？確かに先生結構オリパとか。そう、オリパとかで。福袋とかやってますもんね。僕が最近価値上がってるやんか。はい、なんか今もしかしたら全然跳ね上がってもあるかもしれないからさ。あ、はいはいはい。そう。わかりました。一緒なのかなと思うから。こっちはね、査定のプロなんで、任せてください。頼むじゃん。はい。大量のカードを分けるの苦労しましたよ、うん、そうやろうな、結構量多かったやろ。かなり多かったですね、うん、ただやっぱりちょっと、うん、高いカードとかで抜き出すと、うんうん、まあ、こんなもんでしたね。ここにあるやつが、そうです、そうです、一応値段ないそうなやつ、あ、はい、すごいね。ハイパーボールの UR ありますよ。これ俺買ったんよ、どっかで。いくらで買ったっけ、当時 2,3 万とかしたやろ、まあ、2万ぐらいですね。1万5000ぐらいしたよ確か、うん、1万6000ですね。え、エシュラマンのリザードン、これ、はい、これそんなすんだよ、やばいっす。え、先生すごいっすね。マジ、え、これもこんな高いんだ。1500円、これ、はい、うそ、マジか、うわ、そんなカード持ってるんですか。 なんでこんなの持ってるんですか。ギャラドススター、あっつ、まあ、これは4万円ですね。え、4万円です。えぐいよそれは。状態もかなりいいですよ。マジで、はい、うわもう多分全部福袋か。うわ、何何何、マリオピカチュウですね。おお、あ、そっちか。これも3万円っす。嘘でしょ。え、先生どうなってるんですか。宝の山じゃん、えぐい。これなんでご飯持ってんねん俺こんなん。入手した覚えがない。博士とかもな、夏いなら。なんだっけ、ブギアのバクターやったっけ。ルギア爆弾は超爆インパクト、超爆インパクト、超爆インパクトだ。何やったの。もう先生サポートの SR もめっちゃ持ってますね。いや割とねある、はい、きた、え、ねからカキ、んカキシ、サポートもだいぶ値段上がってるね、うん、
霞の長が持ってるんですよ、1500円ですよ。こいつ今もっと安かったですよ、うん、前、はい、今結構いい値段しますね、うん、もっと安かったな、これってこれ今高騰してる、かなり今高騰してる、昔もっと安かった、うん、あかね1000円、あかね1000円ですね、あかねも結構上がってますよね、うん、まあまあ1200、まあまあでもいい値段するんですね、あーグズマ、うん、サナニンフとかもさ、なんか昔もっと安かったんですけど、ね、これもあのなんで500円だこれ、え、なんで500円だこれ、え、白の今500円です、うん、え、白になったってもう使えなくなっちゃうんで、あの、え、レギ落ちしてるから、1月22で使えなくなっちゃうんで、え、だよね、あ、そうそうそう、うん、白なもう使えなくなっちゃう、グズマももうずっと前から使えないんで、あ、ごめん、あれ、このグズマは、え、300円です、グズマはもうレギ落ちして結構当たっちゃうんで、はい、あ、そうなの、はい、うん、やっぱレギ落ちすると一気に人気落ちちゃうんで、あ、ちょっと待って、俺、分からん。この辺は分からんね。これ分からんけど。はい、なんで500円だ、これ。え、いや、だから、だからもう使えないんで。あ、赤で以下ってことなくない、これ。いやー、でも、そんなもんじゃないですかね。やっぱ、あの、みんな使うんで、みんな持ってるんですよ。みんな持ってるこれ。持ってる。白になって。だってもう発行されてない、だって。え、持ってるよね、だって白になって。これ家にあるよ。え、それだって持ってるやろ、彼は。それは持ってるよ、持ってるよ。はい、持ってないやろ、普通。だってもう発行されてんねん、結構みんなもう必要ないですよ、じゃあ、あの、じゃあ一旦保留にして、ちょっと分からんの、あ、分かりました、あの、これとこれ一旦保留、でもしかもちろん2枚重ねてるやん、いや2枚ありました、2枚重ねてる、2枚シュレッドどっちも500円でしたよ、2枚あるやん、ちょっと待って、おい、お前これは俺分かるよこれ、え、100分の1ぐらいになってない、これ600は絶対おかしい、いや6000円っていうか、その、え、使えないです。先生、これ A のカードですよ。A のカードってこと？あの、A ブロックの。リレーションも使えない。はい。え、だから、でもこの辺も使えへんよ、結局。もう使えないですけど。うん、なんで、マーマレ以下のアセロラブ。え？ん？マーマレが1200円で。はい。アセロラ600円。もう、おかしないな、これ。じゃあ、一回、じゃあ、一回保留しよう。一回保留しよう。わかりました。ごめんなさい。保留して。フォミカが2500円で。え、これ、こんなすんねや。あ、そうそう。フォミカは高いですね。うん。ああ、なんかでもこの辺はちょっと怪しいけどな、前。わかんないよ。ルチアってあの、プリズムスター持ってくるカードなんで、うん、プリズムスターってもう、使えないんですよ。あ、そういうこと。だからもう、こんなもん。でも俺、はい、これね、いくわじゃん、俺、なんか、5000かなんかのオリーパーで出てきて、はいはい、俺、当時、はい、7000だか6000をした記憶があるんよ、これ。ああ、でもそれ、だいぶ前じゃないですか。これも一回保留でいいと思う。あ、わかりました。だから俺自分で調べるわ。わかりました。一回。うん、なんか、疑われてる？なんか。というわけで先生。俺ね、もう終わったん。ドッキリでした！ドッキリ？どういうこと？これは、うん、500円なわけないです。いや、そうやんな。俺びっくりした。俺ほんまに怖かったから。こいつ、なんか友達が売ろうとしてるみたいな。絶対炎上させてやると思う。やば！せやんな、はい。だってこんなんお前、これ600円で言ってたやろ、お前。言ってました。昔3万してんだよ、この方。そんなわけないやん。ちょっと、それはさすがにバレるよ。ただ、うん。メイン7000円です。お前、ちょっと待って、お前。おいおいおい、これ以外にもやっとんのちゃうやろな、お前。なんかやってるやろ。いや、これだけもうほんまに先生、かなりね。いや、待って。いや、はい、お前、これとお前、カヒリ。これ、5万5000円だろ。いや、違います。これ600円です。これ、お前、これ8万7000円。8万7000円じゃないです。なあ、やってんな、お前な。はい、腹、お前、これ10万やろ。いや、違いますよ。ほんとに？はい。いや、気づかなかった。ちょっとこれは見破れなかった。普通に流しちゃった。じゃあ実際いくらなこれ。実際、うん、まあ、アセロラ6万。6万？ルチア2万5000。ルチア2万5000すんのこれ。グズマ5万5000。これ、なんで5万5000すんのこれ。意味わからん。これはマジで意味わからん。これはもう大会でしか手に入んない、うん、激レアグズマス。え、これ俺が持ってきたカードやな、これ。はい。でもなんで持ってるのかなと思って。逆に。え、マジで、なんかオリーブかなんか入ってたの？結構、こっちも手震えるレベルの高額だったんですけど。マジで俺なんかもらった。オリパカでぶっちゃけ最初、うん、ドッキリ仕掛けてやろうってなってた時は、うんうん、まああっても、うん、まあこの白菜ぐらいかなと思ってたんですよ。まあまあ白菜はそうやな、おぐるいったんなんすけど、ちょっとなんでこんな持ってるんですか、むしろってなりましたね。いや俺が聞きたいわ、これとかだって、まあ多分オリパカなんかで開けたか、それかほんまに人にと交換してもらってるかやけど、で、まあ、白菜が今1万2000円。
だって全盛期よりも値段上がってない、全盛期より高いです。だってもう使えないやろレギュレーションで、はい、ただやっぱりもう絶版になって、あやっぱそれはでかいんか、まあ、イラストもいいっていう、はいはいはい、中古ソフトのなんかもうプレミア価格みたいな感じ、ま、マジでそんな感じです、ね、はーすごい。やでもかなりがっつり見破られましたねやっぱり。うん、いやそれはわかるよ、それはもう何が見破るも何も、もうドッキリにすらなってへんもん嘘つきやんだからびっくりしたわ、よかった。途中冷静になんか不快感示してたもん、うん、いや怖かったもん本当にやべえと思ったよ。いやいや信用してくださいよ。よかったよ、まあな。じゃあちょっとこれの合計金額を実際に出してみようと思うので、ちょっとお願いします。はい、はいはい、というわけでね、まあ、もこう先生が、買い取りをね、持ってきてくれたっていうことで、先生の持ってきた高額カードを、わざと激安査定したら先生は果たして気づくのかドッキリだったわけなんですけれども、まあ、結果的にはね、さすがにバレましたね。さすがにバレた。やりすぎた。ちょっとね。だからもう本当に騙すんだったらもうこれとかをさこれ100円とかやれば俺多分気づかなかったんだって。確かにこれね、これそれはちょっと信用に関わるかなと思って、うん、そうなの、はい、あえてじゃあ本当にやばいやつだからまあ今回ね、買取この引退セットみたいな買取を持ってきていただくのね、まあ、カードラッシュを選んでいただいて、やる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 、はい、やる、またラッシュ絶対買うからね、はい、そこは安心してくれ、はい、とりあえず一旦預けておく。ありがとうございます、ね、はい、というわけでね、はい、こういうね、はい、もう笑っちゃってしまうから早く閉めてよ。はい、はい、高評価、チャンネル登録ね、ぜひしていただいて、今後もこういう動画をお届けできればと思ってますのでね、はい、よろしくお願いします。それでは、はい、ありがとうございました。いつの間にかユーチューバーになったよな。マジでさ、ずるいっすよね。なんかこの人アマンガスやってる時やばいっすよ。